こんにちは。和歌山県ふるさと定住センターでございます。はい。移住支援員の増山です。移住支援員の山本です。移住支援の直塚です。はい。3人揃って和歌山県ふるさと定住センターってなわけで。はい。はい。にゃー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 。ね、最近の流行りのニャーですよ。噂のニャーです。はい。今回のご案内場所、はい、今回はですね、和歌山県の紀北にございます海南市、はい、海南です、うん、はい。海南市はですね、あの和歌山県の南側、うんうん、にくっついてるというか隣り合ってる、はい、紀北にある市ですね、うん、はい。で海南市はですね、やっぱりこう利便性が高いと、うん、大阪にもちょっと一歩行けるし、はい、うん、かといって結構あのちょっとね、あの下ると、まあ、山と、うん、海と、うん、ね、結構な自然がありますよと。そうだね、うんうん、とかね、あの最近出来上がったとても大きな図書館になるのかね、はい、うん、あのコミュニティスペースを兼ねた図書館というか、うん、こじゃれたね、おしゃれな、おしゃれ、ね、おしゃれ、うんうん、のがあったりとかっていうね、あの町としてもすごく生活しやすい場所かなと、はいはい、いうところなんですが、今回も撮影に行ってくれたのが山本直塚ペアでございます。はい、行ってきました、はい、山塚ペアでございます。山塚ペア、いきなり山本直塚で、うん、ね、はい、なんかバドミントンでそういうのあるでしょ。そうです、うん、山塚です。うん、俺の方が絶対人気出るやん。何を競って、うん、あるやん、2人あったら、ね、どっちかがあって、あるね、うん、どっちかグーッとこう人気あってね、ね、海南市の話聞くの本当にあの町もあり、うん、山もありっていうところで、はいはい、まあ、あの今回ね、ワンストップの方が、まあ、2人と、うんうん、あの私が、まあ、うん、ナビゲーターの方で、うん、させていただいて、はい、カメラマン山岡の方で、うん、はい、行ってきました、うん、あのワンストップの方がね、とってもお若い方で、うんうん、はい、2人とも、なんていうか、フレッシュな感じで、フレッシュ、はい、あのなんかね、新鮮な感じで、フレッシュ撮影をやってきた感じ、久しぶりに来た。はい、あ、そこ見ていいよ、はい、どうぞ、ごめんなさい、ちょっといいです、ね、フレッシュ、あのとね、こうね、国際的に言うとね、はい、あの、いろいろ特色がある、頑張れ、頑張れ、はい、あの本当に、ね、海南市は本当に山、はい、川、うん、海みたいなね、うん、やっぱりこうそれぞれやっぱありますんで、そうです、はい、もうそれもね、あの動画の中で見ていただいて、そうですね、はい、ちょっと見ていただけたら、あのちょっと一つね、あの情報じゃないですけど、うん、おそらく皆さんが毎日、まあ、おそらくっていうか絶対ですね、365日絶対使う、うん、とても身近なものがですね、うん、やっぱシェアがすごいあると、はい、実は海南市っていうところはですね、うん、そういう産業の街でもあったりするというのもね、はい、見ていただいたら分かるかと、うん、ね、思います、うん、はい、では張り切って見ていただきましょうか。そうやね、はい、いきますか、じゃあ、はい、せーん、もう行きます、もう行こうとしたよね、今早く行きましょう、はい、せーの、フレッシュかましたな。和歌山県の紀北に位置する海南市、和歌山市と隣接し大阪の中心部まで約1時間30分という利便性もさることながら、日本四大漆器の一つである紀州漆器や本堂、多宝塔、大門が国宝に指定されている長宝寺、さらには釈迦堂が国宝にされている善福院など、歴史的にも貴重なものを多く残します。一方、
交流施設や公園など公共の施設も充実。利便性と歴史が共存する町、それが海南市です。こんにちは、和歌山県ふるさと定住センターの江直塚です。本日の仮想現地案内は、和歌山県海南市をご案内したいと思います。それではまずはじめに、本日、現地案内の方に一緒に来てくださる、海南市、ワンストップパーソンの方、移住担当の方ですね、を紹介したいと思います。お願いいたします。よろしくお願いします。はじめまして、海南市都市整備課角野と申します。同じく都市整備課の岸井と申します。こちら海南市は海と山に囲まれ、農作物や海産物、たくさんの食べ物があります。また関西空港まで車で35分、特急で新大阪まで70分とアクセスも非常にいいです。これから紹介させていただく施設を含め、海南市は非常に子育てがしやすい町となっております。本日は少しでも海南市の魅力を知っていただければと思います。本日はよろしくお願いします。お願いします。魅力いっぱいの、海南市、加納さん、岸さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、今回も、市役所から、スタートいたしまして、海南市の各所の方を、ご案内したいと思います。それでは、出発していきましょうか。はい、はい、それでは行ってきます。行ってきます。はい海南市です。元気元気元気、はい、はい、行きましょう、はい、うん、行きましょう。テイク2やからね、はい、純くんの声が遠かったっていう、はい、そうそうそう、これ通らんねんから。はい。はい。遊びだったぞ。はい。海南市出発。はい。まあ、今の、ね、映像で見ていただいた通り、めちゃめちゃ綺麗な市役所ですよ。うん。はい。っていうのもね、まあ、高台に移設されたっていうね、うん、はい、ところもありまして、まあ、景色のいいところに立ってますよ。はい、中にね、食堂、レストランというか食堂というか、うん、ありまして、スカイテラス的なね、うんうん、景色のいいとこで、うん、食事もできるという、うん、それ知らなかったな、うん、めちゃくちゃね、綺麗だったんですよ、本当に。もう最近のオシャンティーな、オシャンティーな、オシャンティーな建物でしたね。オシャンティーでしたか、うん、はい、今風でした。短い間に何回か言うたな、今。はい、ご利用したな。なんか変な元気があるな。いえいえ、とんでもないです。本当にね、海南市本当にいいとこだったんで、はい、声を全面に出していきたいなと思います。でテンション上がったんやね。はい、魅力をバッチリ伝えていかないとね。そうですね、うん、もうでも本当に街っていう感じがねすごいやっぱしましたね。まあこの車のねからの映像からも分かるように、本当に建物が多いっていう感じは、ね、はい、しました。完全に、まあ、別に卑下するわけじゃないけど、南とのこのギャップっていうかね、うんうんうん、街ですよ、ザ・街っていう感じの、お釣りも美味しい、店も美味しい、うん、で、まあ、言ってもね、役場がちょっと高台にあるっていうことで、ね、もともと海南市はやっぱこう海ありきでっていうのがね、うん、コメントなんで、海に向かっていくというか、まあ、今向かってる方向が市街地という方向になるのかな、はい、うん、今目の前にも出てきてるけど、大きめのこのザ・大久保さんのスーパーセンター、ああそうですね、ね、あったりとか、うん、大型店がね、いっぱいあるので、だよね、めちゃくちゃ利便性は高いよ、うん、利便性高いです、うんうんうん、はい、そうなんですよ。まあまあね、交通量が多いのはまあ慣れていただいて。いや、ほんとね、ちょっとね、この交通量にちょっとびっくりしちゃって、はい、ね、やっぱ移住する前の環境って忘れるんですよ、です、ね、意外とね、うん、で、やっぱ今住んでるところがベースになってくるので、はい、ちょっとね、このいっぱいごちゃごちゃ車が走ってるのっていうのに若干の不慣れ感を覚えるというか、ドキドキしながら運転しました、はい、って言ってたらもうこちら、はい、はい、市役所の方から、約車で10分弱ぐらいですかね、こちら海南のびのすの方にやってまいりました、ね、広い本当に土地があって、ね、すごい綺麗ですね、建物があるんですけど、こちらの施設の方に行ってみたいと
はい、はい、こちらの海南ノビノスは2020年6月にオープンした都市館です。施設内には託児室やカフェも併設しており、たくさんの方にご利用いただいてます。こちらの海南ノビノスは2020年6月にオープンした都市館です。施設内にはカフェや託児室も併設しており、日本で一番絵本に触れ合える図書館として多くの方にご利用いただいています。また絵本の数だけではなく、施設内外に遊びの場を設けているため、海南市の知と学びの拠点となっており、市民の誇りとなっております。ね、あの先ほども、保育所の方ですかね、地元の方が遊びに来たりとかで、はい、あの本当にね、ここの場所っていうのはあの地域の方に愛されてるんだなと、ね、またね、あの去年、オープンということで、ね、はい、来たばかりということで、この施設も、ね、これからどんどん、まあ、住んでいる方と一緒に成長していくっていうふうな感じなんでしょうか、ね、はい、はいはい、それではね、次の場所の方に、移動したいと思います。では参りましょうか。はい、はい、行きます。行ってきます。海南のビノス、え今どすんごい入りにくい、今みたいなぐらいなまられたら、なんで今の変なイントネーションだったの。海南のビノス、はい、海南のビノスですね、はい、あのね、ちょっとね、言いたいことに引っ張られた感はあるんですよ、はいはい、っていうのはね、あのなぜのビノスかと、うん、このね、あの名称っていうのがね、一般公募だったらしいんですよね。へー、のびかのんびり違うかの、の、のびのすらしいですよ。あ、本当ですか。そのらしいですよ。おう、そうで、のびのすの、のびのびの、のびからののびのすになっちゃったんだね。のびのすじゃなくて、え、イントネーション違いですよ。あ、のびのす、はじめ の、 そう、あの入りをちょっとこれは、ね、文句、文句言われたからフォローしてる。そうあ、今自分をあれしてたんや。そうそう、自分をフォローしてもらった。あ、そういうことか。なるほどね。そう、はい、なんかね、すごい仲いい感じだったってね無理から持ってきたなはい、そこは順君言うてよ。海南のビノス、のびのすの、その説明、説明、あ、説明、うん、あ、でもね、あの海南のビノス、あの中にね、今、まあ、流行りといいますか、まあ、スターバックスとか、ね、入ってたりとか、うん、あと、海南ノビノスの、なんていうんですかね、その色をモチーフに、うん、いろんなね、その日本の色を使った、うん、まあ、建物になってて、はいはい、それがね、すごいとてもね、まあ、気持ちよく過ごせるというか、目に優しいというか、うん、はい、出てね、すごい気持ちよかったです、ね。なんか外観の色もなんかおしゃれだね。そうですね、穏やかな色とかね。いい感じのところで、お、子供たちもたくさん、たくさん、え、はい、こちら市役所から、車で約5分ほどですかね、こちら海南市わんぱく公園の方にやってまいりました、ね、とても広くて、まあ、遊具もねたくさんあって、すごいね、来てるだけで楽しく気持ちよく過ごせそうだなと思うんですけど、今こちらの公園の方がなんか新しい形に生まれ変わろうとしているんですよね。そうですね、はい、ここわんぱく公園は2025年4月を目標に防災公園として生まれ変わろうとしています。先ほどのノビロスは知と学びの拠点でしたが、ここ防災公園は遊びと安心の拠点となり、体験型学習施設やいざという時の施設を計画されております。そういった施設を備えることで住み続けられる街づくりに目指しております。なるほど、まあ、災害時における、まあ、避難場所であったりとか、はい、まあ、また活動拠点ともなる、まあ、こういった防災公園ですね、はい、まあ、やっぱり住んでいる方の安心安全を守るために、やっぱりこういうね、重要な形に、まあ、生まれ変わろうとしているような形で。そうですね、はい、はい、ね、また遊びアクティビティの方で言いますと、スポーツセンターとか、はい、うん、海釣り公園の方も、ね、そうですね、あるみたいで、週末は楽しく過ごせそうですね。はい、はい、それではね、こちらの方はこれぐらいにして、次の場所に参りましょうか。はい、それでは参ります。はい、はい、はい、海南市わんぱく公園、はいはい、はい、子供がたくさんいたと、うん、じゃあ話の途中でついてもうたもんねすっかり忘れてましたよ思わずえって言って最後やったもんね。そうなんです、うん、のびのすの中
もね、子供をいっぱい遊べる。で、わんぱく公園でも子供がいっぱい遊べると。そうそう。はい。遊ぶところいっぱいね。うん。あの後ろに見えてたガラスのなんか塔みたいな、うん、やつが映ってたんやけど、うんうん、あの中、帰り見に行ったら、うん、なんかすんごいアスレチックというか、うん、楽しそうやった。それで、無料。アスレチックになってるんだ。うん、一応あの雨の日でも、うん、あの屋内で遊べるような形で、なんか2階、3階ぐらいのなんか、ね、高さでこう、そうそう、いろいろこうロープでずっとこう編んだような、なんか登っていくような感じになってたかな、なんか一見なんか美術館っぽいね、うん、入れ立ちだけども、うん、アスレチックになって、うん、そうそうそう、はー、楽しそうやったよ。おしゃれな、うん、おしゃれな建物いっぱいね、うん、ヒロシ君もうずうずしてましたもんね、うん、遊びたくてしょうがない。そうそうそう、うん、でも多分登っていった途中でしんどくなってるやろうなっていうぐらいの高さあ、そんな高い、うん、途中網に絡まってると思う取れないしいいね。でもね、こういうところがいっぱいあるとね、子育てとかしやすいですよね。そうね、うん、こう街中だとね、交通量多いとね、うん、なかなか道路端で遊ぶっていうのは危険ですから、うん、こういう施設があるととても助かると、はい、思いますね、うん、いい環境、はい、やっとね、ワンストップパーソンの2人もちょっとずつ馴染んだ感じで、うん、そうですね、はい、そういえばそうだね、海南だけだね、2人ワンストップっていう、ね、そうですね、はい、うんうんうん、そうか、うん、今日高川も2人だったけど、まあ、実質ね、行政っていう部分ではワンストップ1人です、はい、はい、ね、うん、お、もうこれはつくのかな、ついたね、これは、うん、はい、ました、はい、はい、はい、こちら、市役所の方から、約車で15分ぐらいですかね、黒江地区の方に、やってまいりました。はい、こちらね、本当にすごい歴史を感じさせる街並みなんですけど、今日はね、こちら黒江塗り物館さんの方でちょっと、ね、こちらの特産といいますか、ね、生産品の方を見ながらちょっと加藤さんの方にお話を伺いたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、中の方に行ってみましょうか、はい、お邪魔いたします。お邪魔します。はい、こちらの黒江地区の方は、はい、漆を使った工芸品、まあ、いわゆる漆器というのが、はい、まあ、すごい生産が盛んだとお聞きしたんですが、はいはい、こちらのちょっと地域について教えていただけますでしょうか。はい、海南市を中心に生産されている漆器は紀州漆器と言われ、日本四大産地の一つとして言われています。そしてこちらの黒江地区では毎年11月頃に紀州漆器祭が開催され、多くの人で賑わっております。また伝統産業にデジタルによるものづくりを取り入れるブランドもあります。また海南市は漆器だけでなく家庭用品も有名です。全国の100円ショップやホームセンターで売られている水回り品は皆さんは一度は手に取られていると思います。まあ、海南市でね、本当に漆器とか、まあ、家庭用品とかがねすごい有名で、先ほど漆器の方を触らさせていただいたんですけど、はい、なんですかね、本当につやつやピカピカで手触りがすごいね、はい、良くて、いや本当にあえもやなって感じました。ね、また家庭用品の方もまあ日々ね、そうやって100円均一のお店とかでね売られてるということでしたので、もしかすると僕も海南市と実はご縁があったりとか、はい、そういうふうなねことも感じましたね。本当にね、漆器、まあ、家庭用品いろいろとありますけど、まあね、こちらの方に一度来てみていただいて、ぜひね手に触って、このね感じを、見ていただきたいなと思いました。はい、それではね、次の場所に、参りたいと思います。はい、はい、じゃあ参りましょう。はい、黒江、はい、黒江の漆器、うん、すごいかっこいいんですよ黒江の漆器って。うん、まあね、漆ってあんまね、こう今腕担当そうですから大体、うん、まあそうですね、そう、まあ、似てるようでやっぱねちょっとね重厚感が違うね、うん、高級感のある食器がいっぱいここでも売ってましたよ、うん、はい、はい、
で、言ってたね、家庭用品、皆さんが一度は手に取ってるんではないかと。はい、そうですね。まあ、それを答えを言うとですね、はい、いわゆる食器用スポンジだったりするんです。そう、スポンジ、スポンジなんですよ。へえ、そうなんです。なんで、手に取ったね、商品をね、はい、それがパッケージ見るとね、うん、本当書いてあったりします。海南市って、海南市って書いてあるんですよ。見てなかったな、うん、まあ、全部が全部そうではないですよ、うん、いやいや、もう次からはね、スポンジ買ったら、うん、もうすぐ裏見ます。要チェックや。僕、はい、もう買う前から海南市の買うからね。どういうこと？何それ。はい、こちら、市役所の方から、車で約10分ほどでしょうかね、海南医療センターの方にやってまいりました。本当に大きくて背も綺麗な病院になりますね。そうですね、はい、海南医療センターでは150床の病床を持っており、最新鋭の MRI や CT など高度な医療機器も備えておる中核総合病院となっております。海南市には5つの病院施設、48の診療所があります。また中学卒業までの子どもが保健診療で受診された場合の自己負担分を助成しております。またそういった医療費の助成だけでなく、5歳児までの未就学児を対象に一定額を限度に給食費の無償化もしております。さらに令和3年4月1日時点の厚生労働省調べにおいて、待機児童0人という施設だけでなく施策も整っており、子育てしやすい環境づくりとなっております。本当にね、大きい病院がやっぱりこうやって近くにあるっていうのはすごい安心ですし、はい、また数多くのね診療所の方もやっぱり整ってると言いますか、そうね、ありますんでね、すごいね、やっぱりこう住んでる方にとっては安心がすごいね大きいのかなと思います。はい、またね、子育ての施策で言いますと、やはりまあ子育て世代の方にとってはね、やっぱりそういう環境が整っているのは本当に嬉しいことだなって、ね、本当に話を聞いてて思いました。はい、はい、それではね、次の場所に移動していきたいと思います。それでは行ってみまーしょい、しょい、しょい。はい、申し訳ないありませんでした。先ほどなんかわけのわからん終わり方になって甘だめしたね、そんでごめんなさい。社会に噛む。してるよ、うん、自分でも喋り、あの時喋りながら何言うてるんやろうと思ってたから、はい、もう行きましょう、行きましょう。二人の冷たい目黙っとくから。もう映像で見せたかったね、山本氏が発言した直後の、直塚増山の巨トン顔、うん、本当に、うんうん、と若干のイラついた顔。マジで何言ってんだって思いましたもんね、本当に。マジで泣きそうやったからね。俺は俺で次行きましょう、本当に。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、で、海南医療センター、はい、大きい病院です。はい、はい、医療はね、やっぱりいろんなね、大小、まあ、各地域にもちろんいろいろありますが、はい、やっぱりことが大きくなると病院も大きなものが必要になると、はい、そういうのが近くにあるとやっぱりね、安心感にはつながりますよね。そうです、うん、うん、そうなんです。だからやっぱ利便性というかね、魅力の一つでもあるながらなと、うん、ちょっと噛んだ。にょにょって映ったか。行きましょう、行きましょう、行きましょう。今これ上通ってるのが高速の降り口と、はい、はい、で、今走ってるのが国道42号線、はい、海沿いをぐいっと走ってるわけですが、これ今ちょっとね、左なんかずっと工事してるの見えてると思うんですけど、おうおう、これね、有田市とね、うん、直結というか、行き来できるように新しいトンネルを今ね、掘ってるみたいでね、さらに利便性が高くなるということらしいです。はいはい、はい、で、和歌山といえばみかん、みかんですね。で、今有田とつながりますよって言った有田といえばみかんですよね、うんうん、で、有田みかん有名なんですけど、はい、実はね、海南市にもね、みかんっていうのはね、
ありましてですね、はいはい、っていうのは、まあ、その有田みかんとしてっていうよりは別のルートでね、取ってから貯蔵しておいて糖度を高めてから出荷するっていう、うん、ちょっと独特なやり方をねしてるね、うん、すぐ出さない、そうすぐ出さないらしいです、へ、うん、そう、すごい糖度がね高まるらしいんですよ、うん、で食べたことあるんですけど確かに濃い、うん、すごい濃い、多分ね、凝縮されるんでしょうね、うんうんうん、そんなねものもね実は海南市にはございます、さすがキヨちゃんはよ知ってるよ、そうなんです、ジェフ君もちゃんと見習わなあかんよ、そういう知識をね、ヒロシ君声小さな、そんなことないですよ、ハギハギ行こう、あ、ごめんなさい、はい、はい、話の内容どうじゃなくて声小さいっていうクレーム何俺上司として言うたら俺が怒られるっていう、いや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 、声小さいナレーション撮りで、いやいやいやね、本当にはいギオちゃんがね、はい、すごいみかんのね、うん、いい知識を、そうやね、いただいてるのに、はい、はい、なんでこの人こんなに声ちっちゃいやろって心から、へえそうなんやって思ってたからなるほど、はい、失礼しました、本当に、はい、日々勉強やからね、喧嘩か喧嘩いや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 、ちょっと話戻しますよね、はい、今左に見えてるのはですね、ああ巨大な造船所なんですよ、うんうんうん、やっぱ海に面しててね、そういうのが盛んに海南市で行われていたと、うんうん、いうことですよ、おう、で、まあ、こっちに来ると海がね、海沿いにこう道がずっとできてて、うん、まあ、向かうは漁業の町、うんうんうん、みたいな、うん、ところに今向かっております、はい、こう山を縫ってるのでだいぶくねくねですけどね、うん、そう、今ほら右側もね、みかんの畑、先ほどのね、そうそう言ってた、ね、あ、やっぱ潮風がいいのかね、そうですね、水はけと潮風と言いますから、なんか先ほどのやっぱ街中の映像とはまた全然変わってね、うん、やっぱ海沿いの街やなっていう感じがしますね、うん、自然が多い、うん、そう、ほらほら広い海が見えてきましたよ、景色いいからね、ここら辺もそうそうそう、やっぱね穏やかですよ、なんか、うん、うんうんうん、景色が、ええ何かいやいや気付けない、ちょっとバッテリーが切れたんよね、この後ちょっとね、映像がねブツッと切れるんですけど、はい、ご了承ください、はい、はい、ほら どこあたりで切れちゃう、もうちょっとで切れちゃうかな、こう街が全貌が見えてきたようぐらいでブツッといきますよ、これ本当ですか、はいはい、それでは、市役所の方から、約車で30分ほどにあります、こちら大崎地区の方にやってまいりました、海南市、海に面した町ではあるんですけど、やっと海が出てまいりました、はいね、本当に、ね、すごい気持ちいいところなんですけど、こちらの地域について教えていただけますでしょうか、はい、こちらの大崎地区は海南市移住推進地域の一つであり、地域の方々による受け入れ協議会と行政が連携して移住者支援を積極的に行っております。またあちらに見える元気大崎風町は毎週土曜日には市場が開かれ、多くの区の方々でにぎわっております。ぜひ海の近くに住みたいという方がいらっしゃれば、こちら大崎地区を訪れてみてください。はい、ありがとうございます、本当に、こちらの、大崎地区の方とあとお隣ですかね、はい、塩津地区の方ですね、はい、の方が、海南市の方では移住促進地域、はい、として、まあ、今皆さん活動されているような形で、はい、ね、ぜひ大崎地区塩津地区の方に、ね、来ていただけたらと思います。またね、こちら先ほどご紹介いただきました風町の方ですね、本当にこう土曜日すごいね活気よく皆さんやってるとのことなので、ぜひね、こちらの方に一回足を運んでみて、こちらの町の地域のね雰囲気の方を、まあ、感じていただけたらなと思います。はい、はい、それではね、次のところに参りたいと思いますが、ちょっとここから少し遠いところになっちゃうんですね、はい、はい、ではちょっともうジャンプして行っちゃいましょうか、はい、はい、それでは参りたいと思います。それでは行きましょう、せーの、よいしょ、はい、こちら、最後は
海南市の東側、山側の方ですねにあります、黒沢牧場の方にやってまいりました、今日一日、海南市の方をね、回らさせていただきました、はい、もしよかったら移住者の方にね伝えたいことがあれば一言、お願いできますでしょうか。はい、そうですね、このように海南市は自然に囲まれながら便利な機能もたくさんあります。ぜひ一度海南市を訪れてみてください。はい、ありがとうございます。本当に、ね、海南市の方を、移住検討される方いらっしゃると思うんですけど、検討したいな、ちょっと見てみたいなって思った時は、海南市の、都市整備課、はい、はい、角野さん、C さんの方まで、ね、ご連絡いただけたらと思います。また、和歌山県内の、現地案内のご希望の方は和歌山県ふるさと定住センターまでご連絡をいただけたらと思います。また、仮想現地案内の方もね、動画、続々と更新させていただいておりますので、もしよろしければそちらの方も確認していただければと思います。はい、加藤さん、石井さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではね、皆さんぜひ、海南市の方に、お待ちしまーす。ごめんなさい、お待ちください。和歌山県ふるさと永住センターでした。ご視聴ありがとうございました。